よし。お疲れ様です。第5節与野州今回戦の試合が終わりました。結果は3対3の引き分けです。
失点ゼロが目標だったのでそこを叶えられなかったところは反省点なのでしっかりまた来週に向けて準備していきたいなと思います。まあ、本当にいろんな方々が今応援してくださっているので期待に応えられるように関東昇格というところの目標をまだ諦めていないのでしっかりそれに向けて頑張っていきたいのでこれからも応援よろしくお願いいたします。それではまた。